お前らも単位やべんだから、ちゃんと来なさいよ。そういや、進路希望の紙配られるらしいな。まだ2年の春なのに考えらんねえよな。好きな風景って小学生か。まあ適当にやっても点くれるし、いいんじゃねえ。やとら、タバコ一本めぐん。俺は天才なんかじゃない。みんなが俺を褒めるたびに虚しくなる。やべ、美術部員の絵か。すげえ。シワシワなのに全然減ってない。好きでもないのに付き合いで体悪くするくらいならやめときなよ。美大行ったってどうせ将来性ねえんだから、その顔生かして玉の輿狙う方がまだマシかもよ。ピカソなんか画商の好みの画風で肖像画を描くようなスーパー遠洋マンですから。へえ、自分に素直なやつなんかこの文明社会で生きていけないって分かってねえのかな。俺もこれは俺の感動じゃない。ゴミ臭くね？つかどうした？ポエマーキャラとかやばいだろ。アミリオンっていう赤とシルバーホワイトを混ぜた色で描くと、補色の関係で肌が綺麗に見えるの。先輩、早朝の渋谷の景色って見たことあります？それだと水の濃淡でしか描けない。先輩みたいに絵の具を塗り重ねてみるか。ゴミ臭くね？褒めなきゃよかった。褒められてんじゃん。才能あんじゃねー。絵が明日提出だぞ、忘れるなよ。返事。はい。これはムサビの推薦試験に持ち込むの。ムサビ？武蔵野美術大学。ああ、書きませんよ。帰って勉強しなきゃいけないんで。いいわ、すごくいいです。好きなことに人生の一番大きなウェイトを置くのって普通のことじゃないでしょうか。入部届持ってきます。気が早いですね。決めたら時間無駄にしたくないんで。ずっと生きてる実感が持てなかった。あの青い絵を描くまでは。